金と銀を両替して金儲けや。両替商です。はい。じゃあ始めていきましょう。まあ今だと考えられないですね。皆さん千円札両替に行って100円玉10枚出てきたら、100円取られてるとかないですか？大丈夫ですか？普通はありえないですよね。普通はありえないですよね。はい。という風な形になってくるんで、この両替商という形になってきます。よろしいでしょうか？両替商っていうのはどういう風な形になってくるかっていう形になるんですが、東日本と西日本で金が使える地域と銀が使える地域っていうのが分かれてるんです。わかりますか？イメージわかります。だから、今でもそうでしょ？円からドルに交換します。ドルから円に交換しますって言った時に、抜かれるのわかります？これね、発展途上国行ったらがっつり抜かれますよ。がっつり抜かれますよ。レートと違うやんけ、ボケみたいな状態になりますけど。まあ、あんまり私怒らないですけどね。あんま私怒らないですけど。変な話ですけど、100万ぐらい両替したら、10万ぐらい抜かれますから。海外の悪い店舗とかに行ったりした場合は、まあ、それくらい抜かれると思ってください。はい。なんか落ちちゃいましたとか言って、まあ、こういうふうな形になるんですね。で、両替商っていうのは実はこの当時もそうで、金を使いたいですって、この地域は金しか使えません。この地域は銀しか使えませんっていう地域があるんですね。金が使える地域と銀が使える地域っていうふうな形であるわけです。そうすると、ここで手数料を発生されるんです。両替をしますよ。金と銀を交換しますよっていう会社がいくらでもいるんですけど、この金と銀を交換しますよっていう業者、はい、というふうな形になるんですが、この金と銀を交換するという業者がありますが、これが要するに儲かったんです。両替商で。で、しかもこの両替商ってのは何をしたかっていう形になるんですけど、お金を貸し付けるっていうサービスです。わかります？お金を貸し付けるというサービスをするというふうな形になるんですね。まあ他にもあとはもう証券を売ったりとかいう形になります。つまり、両替商というのは何かっていうことになるんですけど、ビットコイン取り扱ってますよね。ビットコイン取り扱ってます。イーサリアム取り扱ってます。ネム取り扱ってます。モナコイン取り扱っています。カルダノ取り扱っています。みたいな仮想通貨全般取り扱ってます。ドルにも交換できますよ。南アフリカ共和国、ランドにも、交換できますよ。みたいなこともやってます。株式の取引もやってます。金の貸し付けもやってます。おい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 ってね。まあ、現代で言うとそんなところっていう風に考えると分かりやすい。もう何でも嫌です。はい。金に関係する前でもう何でも売ってるみたいな。結構江戸時代の金融商品って自由すぎるんでね。あちこちサブプライムローン発生みたいな状態になりますけど、そういう形になります。よろしいでしょうか。という風な形で、もうありとあらゆるお金に関することはもう両替商に行けばいいみたいな。そんな時代だったわけなんですね。だからまあ両替商は儲かって仕方ないみたいなね。儲かってしまう仕方ない。というふうな形になるわけです。だから、商売人たちはみんな要するに夜中に宴会をしたわけですね。昼間に宴会したら金儲かってるのバレるからですね。はい、ということになります。よろしいでしょうか。というわけで皆さんも、両替商ね、しっかりと覚えておいてください。まあ、こんなところにね、お金が儲かるヒントがあるかもしれません。はい、ということで本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。